皆さんこんにちは。アクシーズ・オブ・フィルムズの和樹です。今回の動画は、なぜ僕は富士フィルムのカメラを使うのか、このことについて話していこうと思います。はい、改めまして皆さんこんにちは。アクシーズ・オブ・フィルムズの和樹です。今回の動画はなぜ僕が富士フィルムを使うのかという動画なんですけれども、半年くらい前にこのテーマで動画を一本上げたんですけれども、最近ですね、現場で撮影の現場、映像であったり写真の現場であったりとかで、他のプロのカメラマンさんとも話す機会も多くなってきて、でよく質問されるのが、なんで富士フィルム使ってるんですかとか、こう富士フィルム結構珍しいですよねみたいな話をすることが多かったので、改めてなぜ僕は富士フィルムを使っているのかということを考えてこの動画を撮ってみました。でやっぱり現場に行くと結構富士フィルム使っている方って意外と少なくて、やっぱりメジャーなキヤノン、ニコン、ソニーとかそういったカメラを使っているのが多いんですけれども、僕はこれからも富士フィルムのカメラで映像も写真も撮っていこうかなと考えています。まず大前提に、僕個人的にはクライアントサイドからカメラの指定やメーカーの指定などがなければ、その時の状況に合ったもので自分の好きなものを使えばいいかなと考えています。はい、では早速本題に行きましょう。ここからが僕が富士フィルムを使う3つの理由をご説明していこうと思います。まず1つ目の僕が富士フィルムを使う理由はデザインです。デザインに関して言うと、僕はこの富士フィルムのカメラがすごく、このデザインが好きで選んでます。この見えるかな、この両方にある ISO と、シャッタースピードのダイヤルであったり、この露出調整のダイヤルであったりとか、結構デザイン的にクラシックな感じでかっこいいんですよね。でボディ全体もメタリックな質感で非常に高級感もあって、それでいてちょっと武骨な感じで非常にかっこいいデザインとなってます。レンズに関しても同様の、統一されたデザインで、こう黒のメタリックな感じに仕上がっていて、これも非常にシンプルでかっこいいかなと思います。僕はカメラを黒色で、統一してるんですけれども、この他にもシルバーも展開されていて非常にかっこよくて、そちらもおすすめです。正直デザインが良かろうが悪かろうが、映し出される写真や映像っていうのはそこには関係ないものなんですけれども、やっぱり使いたくなるカメラっていう点ではかなり大きな要素だと僕は考えてます。僕のように仕事でやっているプロの方であったりだとか、趣味でカメラを所有されている方っていうのは、根源的にはやはり映像や写真を撮るのが好きという方が多いと思います。でそれを自分好みのカメラで行っていくというのは非常に大きな意味があるんじゃないかなと考えています。あとは僕はプライベートでもなるべくカメラを持ち歩いて、その場の面白いものや興味があるものをスナップしていくのが趣味なんですけれども、このデザインだと私服で首から下げていてもそんなにこう気にならないというか、おしゃれでファッションアイテムの一つのような感じで身につけられるのも気に入っているポイントの一つです。はい、では2つ目の理由はこの富士フィルムのラインナップのサイズ感です。このサイズ感というのは、昨今主流になりつつあるミラーレスカメラにおいては全てに言えることだと思うんですけれども、やはりこのコンパクトなボディというのは非常に重要な要素なのかなと考えています。これはミラーレスカメラ全体に言えることだと思うんですけれども、このボディが小さいというのは本当に使い回しが良くて、僕がカメラを選ぶ際に注目する要素の一つです。富士フィルムのカメラなんですけど、ラインナップとしては APS-C センサーサイズのものと、それよりかなり大きくなるラージフォーマット中盤サイズのもののラインナップになってます。で僕が愛用しているのは XT4、XT3、XH1 などの APS-C サイズのカメラを使用しているので、その話をしていこうと思います。富士フィルムの XT4 や XT3 なので搭載されているこの APS-C センサーなんですけれども、昨今主流になりつつあるフルサイズミラーレスカメラに比べて一回り小さいサイズのセンサーになっています。なのでフルサイズのものに比べると、写真や映像のボケ感であったりだとか、画質、あとは暗い場所での効果の体制に関しては、フルサイズを少し劣ってしまうかなというところなんですけれども、この APS-C サイズのセンサーによって得られるメリットもあります。この APS-C サイズのセンサーの大きなメリットとしては、レンズが小型で済むということは大きな利点なのかなと思ってます。これは富士フィルム純正の 56mm の単焦点なんですけれども、やはりフルサイズのものに比べると少しコンパクトに収まっていて、重量もそんなに重くないかなと思います。
これは、富士フィルムのレンズラインナップ、全体で言えることだと思うんですけれども、フルサイズに比べてレンズが全体的に一回り小さく、作られているというのも大きな点だと思います。やっぱりコンパクトなものですと重量も軽いですし使い回しが良くて何より荷物が軽くなるというのは大きなメリットなのかなと思ってます。で、映像される方はよくご存知かと思うんですけれども、カメラやレンズが大きくなればなるほどやはりそれに付随してその他の機材ですね、三脚であったりジンバルなども同様に少し大ぶりのものに変わっていきますので、相対的に荷物の重量であったりとか量っていうのは大きくなってくると思います。僕個人的には撮影に行く際の荷物は少ないに越した方がいいと思ってます。なのでこのコンパクトさっていうのは僕にとってはかなり大きな要素の一つになってます。で、先ほどフルサイズと比べて、画質がちょっと劣ってるかもしれないっていう話をしたんですけれども、僕個人的にはフルサイズのもので撮った写真と APS-C で撮ったものと見比べてもそんなにこう遜色はないのかなと思っていて、逆にその画質でこのコンパクトさにまとまってるっていうのは非常にいいバランスでまとまっているカメラなのではないかなと考えてます。はい、では最後に3つ目の理由です。3つ目の理由は何といっても富士フィルム独特の色表現です。で、この色表現というのは富士フィルムのカメラが選ばれている結構一番大きな理由なのではないかなと考えてます。僕はこの富士フィルムのカメラが本当に色表現がすごく好きで、これからもずっと使っていきたいなと思うカメラですね。で、映像も写真も、取っ手出しと言われる、JPEG 取っ手出しだったりとか、映像の、カメラ内のフィルムシミュレーションを使ったものの映像っていうのはもうすでにかなり完成されている色合いで、もうその場で見ても本当に綺麗だなって思える、本当に撮っていて楽しくなるようなカメラです。で、この撮っていて楽しくなるっていうのは非常に大きな要素なのかなと思っていて、この撮った瞬間に楽しいって思えるっていうのは本当に次シャッターを切るのが楽しみになるような、そんなカメラの色合いになってます。撮って出しの映像ももちろんいいですし、富士フィルムのログ撮影 F ログを使ったもので自分なりにこうカラーグレーディングをして自分の世界観を作っていくのもすごくいいと思います。で、これから流す映像は富士フィルムのフィルムシミュレーションエテルナを使った撮って出しの映像です。もうすでに結構完成されてて美しい映像かなと思います。で、次が F ログですね。ログ撮影をしてカラーグレーディングをしたものをご覧ください。はい、いかがでしたでしょうか。撮って出しの映像と、カラーグレーディングにしたもの、どちらも、異なった、キャラクターで本当にこう創作意欲が湧くような映像ではなかったのかなと思います。富士フィルムでいうとフィルムシミュレーションがかなり人気で、撮って出しの映像がすごいいいんですけれども、この F ログっていうのも結構色彩系の高くて本当にこうカラーグレーディングがしやすいような、ログ形式なので、すごくおすすめです。写真でも映像でもそうなんですけれども、色合いというのはやはりその作品の印象を左右する大きな要素の一つだと思うので、この色再現度がかなり高いこの富士フィルムのカメラを選ぶっていうのは本当に大きな理由の一つかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。僕が富士フィルムのカメラを使用する3つの大きな理由でした。この他にもいろいろ理由があるんですけれども、本当にたくさんあるので尺的に本当に長くなってしまうので、今回は大きな3つのポイントをまとめてお話ししました。ぜひね、この動画が気になったとか、これから富士フィルムのカメラに乗り換えたいとか興味が出たという方は、ぜひ動画の高評価とチャンネル登録をしていただければ、これからもカメラのことや映像のことに関して情報発信をしていくので、ぜひご覧ください。では、次回の動画でお会いしましょう。